こんにちはテンバーアカデミ堀秀です今日はネット通販の最大の弱点は返品問題。まあ、これについての解決策ですね。えー、返品どうすればいいのか。でねえー、たまたま、まあ、フォーブスで、えー、解決策はあるのかというのを、ね、書いてあってなかなか難しいねという話だったんですけど、まあ、アマゾンはもうこれのコロンブスの卵ですよね。 的な解決策を持ってますで、それを、まあ、現に、ほぼ完璧な形で実行中と。ね、で、まあ、私たち出品者から見たら、まあ、これね、えー、返品リスクのある商品は扱わないというのが、えー、鉄則です。アマゾンを真似てですね。まあ、そうじゃないとね、えー、全然、売れて喜んでたらね、返品食らって、えー、全然利益が減っちゃったとかね、えー、返品が多いって言ってね、その商品出せなくなっちゃったと。 出せなくなっちゃって在庫どうするんだよって話ですけど、あるいはね、返品率多いからあんたのアカウントなしというね、最悪削除とかいうこともありますんで、もう根本的な対策はね、返品になるような商品は扱わないと。なるような商品扱わない,いつも選んだだけで返品やったときは、その商品がね、たまたま購入者が返品好きで返品になったのか、あるいはね、やっぱ返品になるべくしてなったのか、その辺を見極めて、 え返品になる商品はえ基本的に扱わないというのがえまあストレスのないというかまあアマゾンのうまい立ち回り方ですねでまあ商品なんで返品になったのかわかんないとかいう方はねご相談くださいで返品理由なんでしょうねっていうのはねこれねそもそもね返品理由いらないんですねえ返品前提で買ってる場合もありますで実際にね恐ろしい買い物方法をまあ私はドイツで目撃しました フランクフルトでね、えー、airbnb ンビ泊ったわけなんですけど、そのホストの買い物方法がねあ、まあそうだろうけどね、うん、改めて見るとショックだねという感じでしたね。アマゾンで水着を5着、サングラスを3本注文してました。ね、えー、実際ね、えー、これね、4着だったか6着だったか、サングラスがね、2本だったか4本だったかね、えー、あれなんですけど、 何しろ、ねえー、なんか帰ったらね、もう水着着て鏡の前に、ねてね、これどうだとかね、サングラス買ってね、うんとかやってるわけですね。で、えー、って思ってたら、なんか、アマゾンの返品ラベル印刷しだしたんでね、どうすんのかなと思ったらね、ああ、だってあのいくつか頼んでね、気に入ったのだけ1本取って、あとは返すんだ、いつもこうやって買ってる、マジかよって感じでしたよね。 でそう思ってみると、やっぱね、当然返品率が高いのはアパレルなんで、アパレル、アマゾンは自分じゃ扱ってないです。ね、出品者、出品者がやってます。水着、サングラス、でまあ、これね、えー、多分ん、まあ、ドイツ、そのまままた戻ってきたの、新品で売るんでしょうね。えー、試着した水着、新品で来るんだもんね、たまったもんじゃないですよね。でそういうもんだって分かってる人は、初めからアマゾンで買い物しないと。 水着試着するかよって感じなんですけど逆にねスポーツ用品店で水着試着して買うっていうのは難しいでしょうからそう考えるとねアマゾンって試着して買う人にはむしろ買いやすいというようなことなんでしょうねでいつもそういう買い方してるってことは、まあ、別にこの凄まじい返品率ねまあ10着ね 注文して10着全部返品するのを何回かやったらまずいんでしょうけど、まあ、アパレルの場合はね、えー、このぐらいの返品率でも、えー、ドイツなら問題なしと、うん、怖いですねでこれをカバーする利益を上げるのは並大抵の難しさではないですだからね、えーまあ、どうなんでしょうね、まあ、これドイツとかアメリカならまだ帰ってきたの新品で売るでしょうけど日本じゃ中古確定ですからね、えー、そんな5個で 4個ね返品になっちゃたまったもんじゃないですしあるいはね5着自分と誰かのねものを注文して自分のは全部返品になったということもあるわけですからやっぱねアパレルはやっぱねえまアマゾンには合わないなとねアマゾンでアパレルで利益出すっていうのはかなり厳しいなというふうにね実感しましたアマゾンの解決策ね返品率の高い 商品は自分で売らないで負けぶれ手数料だけ稼ぐと。これおそらくね、返品率とか利益とかを調べて、これは自分でやっても儲かるなっていうのはもう自分でやるようになってるとで。仕入れができるようなものはね、だから家電なんかはね、もうほぼ Amazon になってますけど、アパレルはね、やっぱ Amazon ほぼ扱ってないです。その代わりと言っちゃなんですけど、Amazon はね、このザッポスというね、 アパレル靴なんかを売ってる会社返品大歓迎って会社をねえ買い取ってますねアマゾンを新刊させたサービスと書いてますけど別に新刊しちゃいないですよねまあちっちゃくて頑張って面白いことやってんなってうちとは正反対だからまあどうなるのかなっていうのでねちょっとお金困った時に買っちゃったとで好きにやっていいよとねえジェフ・ペゾスもえ認めたとかってなってますけどね逆に好きにやらせてねえうまいことを言ってるのがあったらまあアマゾンもね まあ、方針を変更してもいいかなとただ、現実問題ね、顧客ロイヤルという極限まで上げて、それに対する忠誠を使うお客さんになっているのね、数的にはそんなにいませんから、そんなところを狙ってもね、大して成長しないだろうと、利益率すごい高いんだったら面白いなぐらいの感じだったと思うんですけど、僕らの見どおりね、いろいろ問題もあるようですし、やっぱりねえまあ顧客ロイヤリティなんてそんな上げてもえしょうがないねと。 ね、小さいうちはねあげるでしょうけど世界を制覇する今の段階になっては意味ないねという感じでね、えー、アンチアマゾンとかたくさんいますけどね、えー、アマゾンよく利用する人でもアマゾン嫌いとかいう人がいるぐらい、まあ、でもその方が全然伸びてるというような結果になってますでそのアマゾンに乗っかって売ってるわけですから、えー、アマゾンがね、えー、人柱になってくれというジャンルの商品を売ってたら、えー、全然儲かんないですね そうじゃなくて、返品リスクの少ない商品を扱うと。ね。返品リスクをどう減らすか。どう減らすか、こう減らすかっていうのはもう、同じ商品の返品リスクを下げるっていうのはこれね、多分返品が多い商品を返品リスクを下げてみたら売れなくなると思います。だから初めから返品リスクの高い商品を扱わないというのがね、ストレスのない稼ぎ方なんで、商品選びの時に返品になるような商品はそもそも選ばないと。 で返品になった場合は、その返品になった理由をえ考えて、で、まあ、これは商品が悪いなと言ったら、その商品を扱わないと。あるいは理由はわかんないけど、返品あったと。その場合は、もう原が悪いと思ってね、相性が悪いと思って、儲かんないなら、その商品を扱わないというような、根本的に返品リスクを減らすのは、もうそもそもの商品だというふうに覚えておいてください。 でねえー、返品あったた場合はまたご相談くださいほとんどの場合は、まあ、商品がああまあそれは返品になりそうな商品ですねと、えー、やかましいジャンルの人が買うからやめといた方がいいですよというのがね多いですでこれはね、えー、国をまたいで送料をかけて売ってるだけに返品が多くなると、まあ、本当利益上がんないですしね何よりもね、えー、返品になってね、えー、自分のせいじゃないのにと。 自分のせいじゃないのにっていうか、アマゾンがもう返品ね、できるという売り方してるんでしょうがないんで、まあ返品にならないような商品を売ってね、えー、ストレスをできるだけ減らして稼ぐというのをね、お勧めします、えー。どういう商品返品になるか、どういう商品なら返品にならないのか、ある程度やってね、返品になればわかるんですけど、もう極力初めからね、返品になりそうな商品はやりたくないという場合はね、もう、えー、仕入れの時に相談してください。えー、返品多いですと。 いうのをね、えー、ずばりお伝えしてますんで、えー、チャットワークなりね、あるいは、まあ、商品選びの初期の段階であれば、まあ、スカイプなりでご相談ください。ご相談をお待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。